さ歌を歌ってく歌を歌ってく、まあ、曲作ったり音楽っていうのはある意味ではそういうのやっていく上で一番大切なものなんじゃないかな俺にとってはね、うん、ライブがね全然違うの全然違う、うん、やっぱあのねあのセックスのようなあのこう感覚っていう の, この気持ちよさっていうのあれはなんかこうやっぱり他ではやっぱり味わうことができないよね自分が歌を歌っていく上で一番重要な、うん、だレコーディングで歌を歌うよりもライブで歌ってる方が自分かなっていうかその歌がさ発散とかコミュニケーションかなやめたくないよねこれライブはだからねそれは前からやりたかったしだから前のレッドオーリオンズ解散してからね自分たち でそれぞれバラバラになってさ結構いろんなものを追求してやってきたでしょでそういうものも加わってくるからさ前のレッドオーリオンズだからずっと俺はいいと思うよねいいっていうかまあもっとこう円熟じゃないけどさなんだろうね、そういう子供っぽいところじゃない、なんかもっとパワーっていうかね、そういうのは出るような気がするけど、やっぱ今の自分っていうのを出せるものにしてるね、やっぱり昔の楽曲はやっぱりね、今やってみるとすごいなって感じするけどさそれをに似せて作ることは絶対できないしさ今のねフィーリング違うからだから今の感じでよりいいものをなんかまあ作るっていう心がけでねいるけどねなんかすごく優等生的な答えになっちゃったけどこういうところが俺結構なんか変わったところなのかな今昔とは違うからさもうちょいなんかこうね、なんつうんだろうな、気張らずにもさ、出せるものってのがあるんじゃないかな。ナチュラルでね、ナチュラルね、うん、すごいものを作りたいけどね。Seven divided
Ça va tout pire.